こんにちは、ネギミリです。今日はお正月花です。大王将を思いっきり広げて大きな作品にしてみました。そしたら今日は大王将ですね。こんな感じですね。もうふさふさしてます。こちらを生けていこうと思うんですけど、その前に石灰柳、こちらを生けたいと思います。この石灰柳、こちらもかなり立派で、こんなところがかなり見事な石灰をしてまして、こんなところを表に見せられるといいなと思って今日は生けていこうと思います。こちらの石灰柳もかなり枝ぶりが大変綺麗なので、こちらをまず生けていこうかなと思います。こちら側のところにちょうどバッグのところから枝の線がよく見えるんじゃないかなと思います。もう一本いきます。今日の器はかなりしっかりとした重厚感のある器です。上から見ると三角っぽい感じで、全体で見るともう四角のように見えるんですけれど、厚みがありますので、こういう長い枝とかマスとか生けるときにちょっと生けやすい器かなと思いますので、今日はこちらに生けていこうと思います。で、ここの面面白いですよね。で、この面を見せていきたいなと思いますので、この面を見せたいと思います。少し上に行くような感じにしてみました。はい、そうしましたら大王将を生けていきます。そうですね、今日かなり立派なここに2つこうついてるいい大王将ですね。こちらをこんな感じ。まずはこの枝のところを触ると松ヤニがすごくて手がベタベタになりますので、気をつけて生けていかないといけないかなと思うんですけど、かなりね頭が重いですので、そうですね、このグリーンがふわっとこう垂れてくる感じを見せたいなと思うので、こんな感じでいいかなと思います。はい、かなりもう伸び伸びと大王将が前に出てきてます。そして横に石灰柳のちょうどペタッとなった石灰のところよく見えるかなと思いますので、こちらを生けていくことにしています。正面に戻します。はい、そうしましたらここにですね、割とこう暗っぽい色合いに今なってるかなと思うので、ここにちょっと薄いグリーンを入れていきたいなと思うんですね。こんな感じです。グラデーションでグリーンでも、こちら青文字なんですけれど、これ実じゃなくてつぼみなんですね。ここから花が咲いてくるんですけれど、まだ全然お花は相当経たないと咲いてこないんですが、この時期このつぼみがコロコロしてて大変可愛らしいのでお店に出てくるんですね。で、これちょっと面白いので生けていこうかなと思います。多分お正月のアレンジメントとかそういうのを買われると、こういうのが間のところにちょこっと入ってくるんじゃないかなと思います。今花屋さんに結構これ出てきてますので、春に向かっていく感じで淡い色が入ってくるっていう、薄い色が入ってくるっていうのもおしゃれなんじゃないかなと思います。そうしましたらこちらの青文字を、少し加えていきたいなと思います。
手前のところにも少し生けていこうかなと思います。この大王将とすごくなんか相性がいいような気がするんですけれど、今日はここにグロリオーサを生けていきます。はい、グロリオーサ、あのこの時期ちょっと値段が高くなるかなとは思うんですけれど、やっぱり赤くてあの正月ですね、縁起のいい色をしてますの で意外とね長持ちしたりする。あんまりあの暖房の効かないお部屋の方がいいんですけれど、それでもまあ結構長持ちしてくれる材料ですので、お祝いの感じにお正月の感じになりますので、やっぱり赤色は受けていこうかなと思います。はい、横から写すとこんな感じになってますね。途中ですけど、このグロリオーサのここに花粉がついてるんですね、まあ、ちょっと見にくいかな、こんな感じですね。ここに黄色い花粉がついてるんですけれど、こちらですね、これ洋服につくと大変なことになるんですねなかなか落ちなくなってしまう。今私全部こちらのところとか落としてるんです。こういうところにもたくさんついてたんですけれど、落としているんですけれど、特にあの白い服とかついてしまうともう全然落ちなくなってしまいますので、グロリオーサを生けるときはこの花粉はちょっとつまんでティッシュとかで落としてから、カサブランカなんかと一緒ですね、落としていただけるといいかなと思いますね。はい、こちらのピンポンマムですね、これピンクなんですけどちょっと白っぽく映っちゃってるかな、可愛らしいあのコロコロしたピンポンマム、こちらを右側の方に生けていこうかなと思います。少しあの葉が多いので整理をして、あんまりたくさんついてるとモサモサしちゃうので、この辺のところに行けていく。この花のそばとかの葉ですね、こちらも落とすと結構あの茎だけになると花が目立って私は好きなんですけれど、なんかこのピンクの感じが可愛らしいかなと思って、ちょうど赤いグロリオーサですので、こちらはピンクのピンポンマムにしてみました。あと黄色というピンポンマムも出てきますね、この時期に。で黄色もなかなかあのおしゃれなんですけれど、あの正月らしいっていう感じなんですけど、ちょっと淡い感じのピンクにしてみました。ちょっと離してこの辺に。はい、ここにですねちょっと変わった菊があったんですね。すごく立派ないい菊ですね。なんか変わっ、まだまだこれもう少し広がってくると思いますね。中の色と外の色が違うという面白い菊で、かなり大輪ですね。で、この菊面白くて上の方に葉がないんですね。でもその分お花が大変素敵ですね。でこれをちょっとこの奥の方に2本だけ入れようかなと思います。ちょっとこれ以上お花が入るのはなんかうるさいかなとも思われるんですけれど、お正月の花ですのでいいかなと思いますので、ちょっと向きが違ってましたね。この辺とこれもうちょっと開いてきますのでね、かなり豪華な感じになる。ちょっと奥の方も横から見られても奥の方がなんかこう賑やかになってて、それも楽しいかなと思いますので、この辺のところに行きます。今これ完璧に右から見てる状態ですね。こんな感じです。はい、こちら左側から見た絵です。大王将すごいですね、もう花火のように広がってますね。そして右側はお正月らしいお祝いのお花がたくさん入っています。はい、出来上がりました。大王将が立派ですので少し大きめに前面に出した、そんな作品です。ありがとうございます。